はい、では再開いたします。えー、バイオハザードオペレーション、じゃね、ウェルカムトゥラクンシティのネタバレ感想。あー、どうもヘックンさん。えー、っとですね、これ、あのー、2枠目なんですね、このネタバレ感想だけで。で、1枠目で、うん、オペレーションラクシティって今言いそうになりましたね。俺、オペレーションラクシティやってないのに。あ、正確に言うと、やったけど、ちゃんとやってないかな。えー、っと、 6, と一緒ですね、6もやったけどクリス編でもういいやってなったんですけどあれは割と序盤で、まあ、俺が持ってたんじゃなくてあのー、人が持っててやろうぜって言われてやったんだけどまあいいやってなっちゃったっていうなんですけどまあそれはいいやこれ1枠目でえー、っと30分割といっぱいいっぱいやったんですけど多分20分ぐらい俺ウェスカーの話してましたね いや、ほんとあのウェスカーは,はね、あのウェスカーの客色は俺大好きですね、あの田舎クズの客色は。はい。で、えー、っと、まあ、そんな感じで、前の枠で、ラクーンシティそのものの客色はすごく良かったと、あの田舎に設定して、で、企業のお膝元だったんだけど、まあ、その企業が撤退するということで、えー、まあ、 あれですね、自治体が経営破綻したみたいな感じにして、でそのアンブレラも、えー、製薬会社が事故を起こしてるっていう、公害を起こしてるっていうイメージを強く出したっていうね、客色はかなり良かったっていうふうに話して、あとウェスカーと話をしてたんですけど、でまあ、前の枠で言った、えー、クレアが陰謀論者、まあ、合ってるんですけど、クレアの、えー、推察は。 で、クリスは寝取られ被害者、えー、とでジルとウェスカーとクリスで三角関係でジルはトリガーハッピー気味のちょっと危ないところがある人でで、ウェスカーは田舎くずっていうふうに説明したんですけどじゃあレオンはどうなのかっていうとあのー、うんそうあとは単純にあれですねオペレーショナックシティはちょっとやりすぎ 感がありました、ね、その中二病的なあのキャラ付けとかがハンクにあそこまでハンクになんか死神なんとかの死神みたいに言われてましたよねあそこまでキャラ付けせんでいいだろっていうのが強くて <laughs> まあそれはそれはゲームの話なんだけどこれ本当にゲームの話に行ったり来たりしないと言えないやつなんですけどねでそうレオンが あーちなみにあの、このこ前の枠であの、ロメロ版の脚本を意識した展開があるって話してそれはでも俺はすごく好きでしたねあのー、ロメロ版の脚本ご存じなかったらウェスカーが PDA を見て導かれるシーンがあると思うんですけどあれ思いっきりロメロ版にあったシーンですねロメロ版の脚本公開されてるんですけど、まあ、ほとんど同じシーンがあります であのー、レオンがどうなのかっていうとレオンの脚色は一番癖がないんですよねただ一番癖がないのに一番解釈違いっていうかとりあえずレオンは新人警官っていうのを押し出してるんですよね新人警官のアマちゃんっていうところを押し出しててただあのゲームみたいにあのラクーンシティ配属になった初日に遅刻して女に振られてやけ酒して遅刻したんだっけかな 遅刻していったら、まああの、パンデミックが起きてて、えー、もう出勤初日から、えー、そこでサバイバルするっていうことになるのがレオンなんですけど、そうじゃなくて、初めからあのラクーンシティの警察署に勤務してるんだけど、まあ、いじめられたりするような新人っていうふうに脚色されてて、まあ、そこはいいんですよ。そこはいいんですけど、あの これ、リーツーをだいぶ意識した作りになってて、で、どんぐらい意識してるかっていうと、ムービーシーンそのもののシーンを入れるぐらい意識してるんですね。あれもよくないなと思ったんですけど、先にそっちなのにするか、あの、予告でゾンビが振り向くシーンとか、あの、やってるんですけども、 原作ですけど原作は飛ばされたんじゃなかったっけかな。来る前の、来る前にどこにいたかわかんないですけど、多分本当に新人なんじゃないかな、原作は。で、今回は、あれですよ、ね、親父さんが警察の偉い人で、その骨で入ってて、で訓練でやらかしたみたいな風に言ってましたね仲。仲間のケツを打ったみたいに言ってましたね。で、いじめられてましたね。 あとあのレオン・エス・ケネディなんだけどあの人からはレオン・エス・ケネディって呼ばれてるけど自分ではレオン・ケネディって言ってるのはあれ原作でもありましたっけなんかあれやったからなんかミドルネームに嫌な印象でもあんのかなって思いましたけどまあいいやあのでそう先にレオンの話の前にその原作の要素って ってていうのを割と乱暴にぶち込んでてで、ムービーシーンそのままの画角そのままのカメラアングルカメラワークで何かを撮るみたいのが何箇所かあるんですよねでやってもいいんですけどで、特にサイレントヒルの時にクリストフ・ガンズがあの原作のカメラワークを再現してその、えー、劇中のシーンを撮るとかあとシンシティの時にあのロドリゲスとサ、えー、ランティーノが 新シ,シティのコミックスを絵コンテ代わりに使ったみたいな話とかがあるんで別にそういうのやってもいいんですけどもっと効果的にやってくれよっていうのがあってでその原作再現みたいなのが本当そういう感じの乱暴さも多くて脚色が癖が強いのもあったらものすごく雑にぶち込んでくるのがあったのであのサムライエッジサムライエッジじゃないんでしょうねあれ多分サムライエッジ風の えとカスタマイズされたベレッタなんでしょうけど、がなんとなく置いてあるとか、あの鍵がスーツの形になっているとか、あのなんか話の途中で、えー、資料を調べ出すとか、かゆい馬が無理やり入っているとか、あのそういうことさっきの枠でも言ったア、アッシュフォード兄弟が、アッシュフォード兄弟入れる必要ないだろうっていう。 あのアッシュフォード兄弟とかあのナイフを持ってたので緊急回避できたっていうところはほんちょっと悪い意味で笑っちゃいましたけどそうですねあの装備とかなんでしょうねいいところはいいんですよねあのスタ,ーズスターズの面々が割とあの スターズの面々が割と不良な感じだけど現場に行くとプロっぽいっていう描き方もすごくいいと思いましたしね絶対あいつら不良だろって思ってましたからねあのスターズオフィスのね好き勝手やりすぎだろあいつらっていうその辺のね乱暴さもね気になったんですよね ね、あとあのー、さっきの枠でも言ったんですけどああいう婦人にするんだったらやっぱそこはアシュフォード兄弟入れるんじゃなくてバーリーレベッカマービンのどれかを入れてで特に俺はマービンを入れてレオンを気にかけてる先輩枠一つつけてやりゃいいのにって思ったんですけどまあそれはいいですわ。 うん、そうですあの辺もなんか完全に名前を変えただけみたいな感じでしたからねでえーそうですねまあその辺が気になるっていうのとでレオンの話に戻るんですけどレオンの脚色が一番癖がないんですよ一番癖がないけど一番気になるのがそのリツーを意識しただいぶ意識してるのにあのー、まあそう,そうなんですよその そういういゾンビものとしてのゾンビものってこういうの言えるよねっていうのがすごく薄くてそれもあれなんですよねモンスターものとして大味っていうところがあるんですよね。ああえー、すいませんまたレオンに戻りますけどそのリーツーってあの俺リーツーの解釈で一番好きなのがリーツーのレオンはあれはエイダの思い出の中のものすごい美化されたレオンだっていうのがあって。 俺それ大好きなんですけどその解釈が公式が言ってるわけじゃないんですけどねただ本当にレオンがこんなにいいやつだったのってぐらいいいやつになってるんですよねレオンがあのそう別にレオンって新人でそうあの原作で思いっきり遅刻してるやつなのであの その辺は別にい,いんですよ。新人のアマちゃんみたいな描き方してるからでもリツーのレオンってリツーが入ってなかったらいいんですけどリツーをすごい意識してるんで余計思うんですけどあのー、レオンって本当にこんないいやつだったなっていうかい,いいやつに描かれててあの、エイダを説得する時の、あのー、あれですね無理心中みたいな感じの、あのー、親子 が無理すするまさにその瞬間ですよねあの時にそれ指さして「俺はああいう人たちを作りたいから警官になったんだ」って言ってエイダを説得するシーンとかもうこんないいやつだったんだレオンって言ってぐらいいいやつに描かれてたのにあのそこを描かないじゃないですかで何だったらその警察署にあの一応まだゾンビになってない人たちが。 来るんんでで、ですすよよね。ね。助けててくれって言うんですよ、ね、でそれを遠巻きに見るだけのシーンが俺一番解釈違いだなと思ったんですけどレオンだったらあれ多分助けるよって特にリー2のレオンだったらだってあの状況だとゾンビとか知らないわけですからレオンは状況が分かってなくて助けを求めてきてる人がいたらリー2のレオンだったら絶対助けるよって思ったんでで でおそれを思ったので、俺はあのツイッターでも何度も、あのー、このバイオハザードウェルカムトゥラクンシティっていう同人誌を即売会でエイダーが見て、多分解釈違いでぶち切れるっていう書いてるんですけど、で、あのー、そう、今、ヘッグンさんが書いた、なんかそういう活躍してやるじゃんってところもないんですよね。あのー、それこそ最後に急にロケットランチャー持ってくるぐらいの。 キャラクターですもんねレオンが一番癖がないんですけど脚色の一番興味もないのかなっていう感じだったんであれはね一回あのゾンビを撃ち殺したあとになんか吹っ切れた感じに,にするんであそこで吹っ切れるのかなと思ったらそうでもないしっていうのはね そのなんでしょう脚色が一番癖が弱いのに一番気になるのがレオンっていうのもまた気になるところですね。で、全部のキャラクターの中で一番癖が強くて一番や,やめろやっていう脚色されてたのがリサ・トレバーなんですけど、俺の中で。リサ・トレバーを善玉にしたい気分は、気持ちはわかるんですよ。あれ、かわいそうなキャラクターだから、ただ単に。 ただ、いくらなんでも、全玉にするまではいいんだけど、もう格闘戦で、格闘戦でリッカーに勝つみたいなキャラクターにするなよとは思いましたね。あれは本当、ただ悪いオタクが悪いオタクやってるだけだよってなりましたね。いや、強いですけど、リサト取ーバーはボスとしても、無敵だし。でも別にそんな急に格闘戦始めるようなやつじゃないだろうというのがあったんで、あの、手稼い武器に使って戦うような。 そうなんですよねこれもあの。これはもうネタバレ枠じゃないあの感想枠から言ってたんですけどあのヨハネス・バース監督なのにこんなにモンスターものとして雑なのかっていう大味なのかっていうのはすごく残念でしたね。<laughs> うん、勝ってもいいんですよねボスキャラクターだから勝ってもいいんだけど戦い方が、ね、ただ格闘戦だったからね。 その,リッ,カー、ね、そのなリッカーが出てくる時にあのリッカーの姿が見えないんだけど電灯が揺れてるみたいなのはすごくいいのにその後の襲いかかってくる感じとかがいまいちだすれで残虐な描写ができないからそうなったのかと思ったら別に所長のひどい死体は見せるしっていうのなんでね。 多分あの天井から舌を伸ばしてレオンの足を取るとかそういう戦い方をしてると思うんですけどいまいちうまく描けてないんですよねうんあとクリーチャーもねあのこれも Twitter で他の方がおっしゃってたんですけどあんな大味に描くんだったら逆にいっぱい出せばいいのにって言っててほんでもそれも 前の枠でも言いましたけど、バイオハザードってモンスターものなんで、ゾンビものじゃなくて、雲が出てくる、大蛇が出てくる、えー、サメが出てくる、触手が出てくる、ワニが出てくる、トレマーズが出てくるっていう、えー、クリーチャーものなんで、出しゃいいのにって、なんでこれ言うかっていうと、劇中で雑にセリフで処理されるんですよね、ネプチューンとヨーンと、あとハンターが。 ネプチューンと4はジルがセリフの中で言ってましたねサメに食われるかヘビに飲まれるかってでハン,ハンターはシェリーが夢の中で見てましたねうんあの何でしょうそれも予算的に絞ってるんならいいんですけど多分ゾンあの前の枠で言ったんですがラクーンシティを田舎町にしてゾンビの数も少なくしてっていうのは 絞ったと思うんですよこれは予算もそうですし多分ヨハネス・ド・バースの作風的にもそうだと思うんですよ限定空間にしたかったっていううんそうですねポール版と比較してもねさっきツイッターでも書きましたけどだったらその原作の要素を拾ってまた別の物語として映画として組み立てるっていうのではポール版の一作目の方がよくできてたんですよねネプチューンと4はせ今のセリフだけですジルの で別にそれはいいんですよ。それだけだったらいいんですよ。なん特にネプチューン出しちゃったら海底 47m 取ってる方ですからか,かぶっちゃうし別にそれはいいんですけどただ雑に扱うんだったらセリフで他のモンスターを丁寧に描くなりしてほしかったんですけど他のモンスターの描き方も雑だったんでだったら数を出してほしかったっていう感じですね。うん、何でしょうね。いいところは いいんですけど、俺はとにかくツイッターでも何でも書いてるモンスターものとして見たら大味だっていうところと、あと、とにかく客色の癖が強いっていうところは、気になりますね。で、そうですね、あのー、まあ、おおむね、でも言いたいことは言ったかな。言いたいこといっぱいありすぎて、どこまで言ったかが、 あれなんだけどとにかくでも一番言いたいことが俺はあの本当に今のレオンの解釈レオンの解釈違いで多分エイダがブチ切れそうっていうこととあとウェスカーの脚色ナイスだねっていうところなんであれなんで三角関係にしたかなあれいあそこが一番同人視感すごいですね あの本当にこれ言いすごい乱暴な言い方をすると90年代以前の洋画のこういう原作持ちそれも漫画とかゲームとか原作持ってるやつが乱暴に原作要素を入れた映画とかあるいは00年代の邦画の原作持ち漫画とかの原作持ちで原作要素を入れてるんだけどそれがリアリズムがないっていうか現実写に落とし込めてないみたいな。 よくあの20世紀少年のカンナの衣装が原作は確かにその色だったけどそんな原色みたいな色にする必要ないじゃんってよく言ってるんですけどあれに近いっていうかそういう入れ方してるのが気になったんですよねで多分それはただ悪い,オタクの悪いオタクが出ちゃったんだと思うんですけど原作に興味がないんじゃなくて。 ただ本当にあのナイフを持ってたから緊急回避したとかリサが渡してきた鍵がスーツの鍵だったとかを見るとなんかゲームをやった人じゃなくてゲームを映画化するにあたってそのゲームを横で見てた人がこういうのを入れればいいんだって入れた感じに見えてしまうんですよね。それはでもただの邪推で多分悪いオタクの。 悪いとところが出ただけだけけ思うんですけどもそのリサ・トレバーがリサ・トレバーが急に格闘戦を始めてリッカーに勝つみたいなのでしかもすごいいいやつだったっていうのを入れるようなことをやるんだったらただ悪いアタクだと思うんでねそうですねあのー、ウィリアムの犠牲者になってて子供たちの代表みたいな感じでリサ・トレバーを出して できたっていう脚色をしてますから多分そこは分かってると思うんですけどねどういう境遇のキャラクターなのかっていうのもすごく細かい点ですけどウィリアムがものすごい大人になった、あのー、クリスとクレアを一目でクリスとクレアだって分かるのもちょっとよく分からないなっていうのがありますねクレアに至っては多分あれ目を見ただけでクレアだって思ってますからねあのー、ヘルメットかぶった状態で。 クリスに至ったらクリスだって気づく描写すらなくクリスって呼んでますからねなんかその辺も雑なんですよねいろいろとうーんだからなこれは何だろうなあのすごく今までそんなでもない規模の映画を撮ってきた人が急に ビッグバジェットの原作持ちを任されたからこうなったっていうイメージでもないんですよね。うんそう、雑、一言で言うと雑なんですよね、その辺は。ただ、あのこれもツイッターの方で話したんですけどあの、地下駐車場で所長とケルベロスが戦うところとか、戦うっていうかなんか、すごい情けない攻防戦なんですけど、あそことかが妙に80年代の、 B 級ホラー90年代ですらないんですよねあのー、バイオハザードは90年代の話なんで90年代意識するかと思ったらすごく80年代の B 級ホラー感がしてあれはまあよくも悪くもだ,もだと思うんですけどあれは多分監督の作風なんだろうなっていうふうになってあの何、ー、でしょうねおっさんがあのー、銃あ持ってないとか弾込めてないとか を,ケツをかららりながらっていうのをあんな80年代の撮り方するって見ながら見てたんであれは多分監督の持ち味だとしたらあれは別にすごくあの良くも悪くもだと思いましたけどこの中で描かれてるのはただいい方向にも撮れると思うのであれは悪くないと思ったんですけどねでもだとしたらもっとねリッカーとかあのー まあ、G 生態でしたっけ ?G 生態はあれか別にウィリアムじゃないのかあの G 第一形態と第三形態ぐらいのウィリアムをもうちょっと頑張って描いてくれよって思いましたけどねうーんなんだろうなんか全体ってだから雑なところもあるし脚色の癖が強いところもあるし うん、でもやっぱり一番気になるのが、脚色の癖が強いのに、一番脚色の癖が弱いレオンに言いたいところがあるってぐらい、レオンに興味ないのかなっていうのと、で、その感じでいくと、モンスターに興味ないのかなってなっちゃうんですよね。でも、この監督、モンスターもの撮ってる人だしなーってなるから、多分興味ないことはないだろうしなっていう。 でもゾンビものとしてのゾンビの描写がものすごく薄いのはね、ゾンビものには興味ないのかなっていう。それこそさっきのマービンのゾンビ化のこととかをやりゃいいんですけどね、妖うを舞台にしたところで、普通に仲間がゾンビになっても撃ち殺してましたからね。 うん、そうですね、なんかその辺もね、あれ多分ラストカット撮りたかっただけだと思うんですけどね、あの生存者ゼロってなってるところで、あのー、原作でも、原作でも生き残った人たち、まあ、バリーとかレベッカとかも別にいますけど、原作でも生き残った面々が、あのー、出てきて、で、俺たちの戦いこれからだになるをやりたかったんでしょうけどね。ああれもあのガンサバイバイー のおまけで描かれてましたけどあのあ,あのとで生き残ったあのメンバーが要するにあなたそれぞれの道を歩みながらあのアンブレラの残党と戦っていくっていう話になるわけですからうーんまあなんでしょうね結局雑なんですけどね うん、あと、ロメロ版をす意識したシーンがあったから、あの、最後の,あの脱出のところ、あの脱出自体もゲームである展開ですけども、あそこで、あのー、ポール・ W ブレス・アンダーソン版の最後の、えー、戦いをオマージュするかなと思ったら、そんなでもないし、てか、そもそもあそこの戦いが雑なんですよね、すごい。 本当にやったのがあの、クレアが捕まったけど、ナイフがあったので、緊急回避できましたっていうのと、その後レオンがロケラン見つけてたので、撃ち殺しましたで終わりですからね。まあ、なんだろうな、残念っていうのが。いや、どうですかね。 カツコンがよくやり入れたとしたら逆にらこうはならないんじゃないかなっていう感じでしたね。ポール WS アンダーソ版のその、というかロメロ版を没にしたのってカツコンなんですよ。原作に見すぎてるっていう。実際にロメロ版の脚本を読むと確かに原作の要素がすごく多いんですね。 ただ、ああまあそういうのがあったんで、もうこのウェルカムトゥ・ラクンシティは予告を見た時点で、なんで今更こんなに原作を押すんだよっていうのを怒ったんですけど、俺は。なんであの時ボスにしたんだよっていう、怒ったんですけど、まあ実際見てみたら、原作の要素が多いだけで、脚色の癖という意味では、ポール・ダブル・エス・アンダーソンどころじゃないっていう、脚色だったんですけど。 脚色の癖の強さって意味では、スーパーマリオの魔界帝国の女神とか、あののドラゴンボールエボリューションとかに匹敵するぐらい癖が強いですからね。本当にこの、あの、キャラ萌えで、バイオハザードを見てる人がいると思うんで、キャラ萌えで見てる人の意見を聞きたいですわ。特に、あのク,リスクリス、ジル、ウエスカー、レオンは。 あそこはいらないですね。タンクローリー、タンクローリーの使い方ってすごく原作ってうまいんですよね。オリジナルの2にしてもリー2にしても。の割になんか雑に入れただけなんですよね、あれも。あれで気づかないレオンっていう描写もよくわかんないですしね。 せめてね原作の,あの分断されてしまうっていうのとかもやってくれてもいいんじゃんって思いましたねあそこはんまあそうですね本当にあの一言でまとめると雑ですねで俺はそこからもう一個具体的に言ってくれって言われたら脚色の癖が強いですねモンスターものとしては大味っていう うーんなんかね、なんでしょうどう,どうしてこうなったっていうのが一番でかいですよね、でもう。で、たぶん、ああ、そうですね、あの辺も、なんでしょうね、あの辺もなんか、レオンのアちゃんンプリを描きたかっただけ感がありましたね。で、なんか、 やたらとあの古いショットガンレミントンかなんかのショットガンを映してたのもあれは原作のショットガンがこういうやつだったからっていうのだけからぐらいに思っちゃいましたしねうーんなんか全体的にでもこの監督多分そういうことやるよなっていうことをやらなかったのが一番がっかりしましたね まあえー、この枠もあと1分ないぐらいで終わってしまうので、とりあえず言いたいことは一通り言ったので、これで終わりにしますが、まあ、だいぶもやっとするというのが一番の印象ですね。それは原作を持ってる作品の映像化という意味でも、この監督さんが、脚本も担当されてるんですけど、その最新作という意味でもっていう意味ですね。 うん、そうですね、帰って4 7メートルの,あの明かりをつけたらサメがいるみたいなかっこいいカットみたいなのも欲しかったですね、今回もそういうのもありますねはい、では、えー、2時間近くやってしまいましたが今回はここで終わりにしたいと思います、えー、どうもお付き合いいただきありがとうございました。